じゃあ、それでは今日の微積分の授業に入りたいと思います。前回は、全微分の定義まで説明して終わったんですけれども、で今日はその全微分について、その性質から始めまして、それから全微分とその関連がある事柄として、その接平面の説明から入っていきたいと思います。でまず、今日はその全微分の話をしますので、その前回導入しました全微分の定義をですね、もう一度書いていきたいと思います。多分皆さんはすでにノートに書かれている子だと思うので、前回のノートの最後の部分を見て確認してください。まず最初にこの状況ではですね、fxy という二変数関数が与えられておりました。で、その、点 ab という点も与えられておりまして、点 ab の近傍で定義されているような関数としておりました。で、この時に、fxy が点 ab で全微分可能というその言葉だったんですけれども、それがどういう概念だったかということですね。それは、これから書くようなですね、式の形を、この fxi が満たすということを言っておりました。で、それをもう一回書きますと、その fxi が点 ab に近づくときの性質なんですけれども、この fxi が、この、これは AB での F の値ですね。それに、こういった、その、X と Y の一次の式を加えた形が出てきます。で、前回も説明しましたけれども、これっていうのは、その、点、AB を通る、この3つですね、その点 AB を通るその一つの平面を表しておりました。で、そうすると、この fxy がこの平面と、であと残りの部分、残りの関数の和に表せますということを言ってるんですけれども、残りの関数は、今回その形は特に特定はしなくていいんですが、ある性質を満たすような関数だというふうに書きます。で、スモール O という記号を使って、スモール O の、これはその XY と AB の距離ですね。この距離に関して、こういう性質を持つ関数の和で表されますということを言っておりました。で、この部分がそのもう少し具体的に言うとどういうものだったかというと、その、もちろん、XY がその AB に近づいたときに、この部分ももちろんその0に近づくんですけれども、ただその0の近づき方の速さがこちらと違うと。で、こちらは平面の式ですね。こちらのここは平面の式なんだけれども、この平面よりもずっと早く0に近づくと。そういう性質を持つ関数を、このような形で表しています。
で、まあ、このようなことを書きまして、その、まあ、ちょうどですね、今日先ほど出してもらったその、小テストのコメントの中に全微分の意味がまだいまいちピンときませんということを書いてきた人もいましたので、もう一度振り返って説明しますと、その全微分が可能っていうのは、その例えば今点 AB っていう点を考えているんですが、この点 AB の近くでですね、そのこの fxi がある平面にほぼ近づいていると、平面でほぼ近似できると、そういうことを表していると思ってください。で、例えばこのですね、反対というか、その全微分でない例としまして、そうですね、皆さんの持っている講義の教科書ですと、134ページの、例 4.2 っていう関数があります。で、講義の教科書を持っている人は見ていただきたいと思うんですけれども、この例 4.2 っていう関数なんですが、一応関数の形を書きますと、このようにその x の絶対値と y の絶対値の最小値と、そういう式で表せる関数が例題に出てきます。で、教科書の図 4.5 にその fxy のグラフがあります。で、こうして見ていただくと分かる、図の方を見ていただければ分かると思うんですけれども、この例題ではそのこの関数の原点00へのその全微分可能性について論じておりますが、なんていうんでしょうね、この図を見ますと、その原点を中心にこう何重かにこうパタパタパタとこう折り紙を折ったような、そういうこう形のギザギザした平面がこう合わさったような形の関数になっておりまして、で、まあ直感的にこうして見てみますと、その原点付近ではこの全微分で本来必要なその一つの平面に近づくっていうことが言えないわけですよね。その確かにその原点の付近でそのこの fxy っていうのはある点ではある平面の上に乗っかってるんですけれども、その平面っていうのがこう原点のいろんな周りのいろんな場所をこう移動してみると、ちょっとずつ異なる平面の上に乗っかっているということが分かると思います。全微分可能っていうためには、その例えば原点だったら原点の近くでですね、近くでこうただ1枚の平面でその関数をまあ近似する、原点の近くではただ1枚の平面の上にこう乗っかっているような形でこう関数を近似できると、そういう平面が存在するということが言えないと、その全微分は全微分できますとは言えませんので、まあ、そういう、まあ、直感的にはそういうことを言っておりますので、確かめてみてください。で、一応ちょっとその全微分の概念を少し復習しましたけれども。でこれからいくつか定義がありまして、まあ、その中でその、まあ、全微分可能な時にですね、その関数について何が言えるかっていうのをいくつか挙げていきたいと思います。でまず最初に教科書をちょっと戻るんですね、133ページの定理 4.6 です。
ここではその関数 fxy が点 ab で全微分可能ならば、こういうことは成り立つという性質を挙げています。で、この定理では3つのことを言っております。まず1つ目は、この関数 f は点 ab で連続であるということを言っています。で、2つ目は、この f は ab で、x と y に関して偏微分可能であると述べています。で、最後に3つ目なんですが、いきなり式星印においてと書いてしまいましたけれども、すいませんが、後からつけますが、この星印の式は、この式としましょう。この式ですね。今ここに書きましたこの式において、実はその皆さんの中で多分気になる人がいるかもしれないなと思ったのは、この、まあ、ここの部分が平面で表せるとして、この α とか β っていうのは一体どんな値ですかっていうことなんですけれども、実はその α と β は次の値であると。で、まず α はその f のx による偏微分の点 ab における値です。それから、β は、今度は f の y における偏微分の点 ab における値です。というのが、まず、その、全微分が可能なときに、その、まあ、f について、その点 ab について言える性質です。で、ついでに少しコメントを述べますと、その、この全微分が、ごめんなさい、全微分可能なときにですね、そのここの平面に出てきた α と β が、この偏微分の値に等しいというふうに出てきたのは、偶然ではなくて、そのある意味、そのこの偏微分の定義というのが、この全微分から出てきたとも言えるものです。もともとは、その多変数、まあ、この場合、二変数関数のその微分っていうのを考えたときに、その一変数関数の微分と、こう同じ意味のことを二変数関数でこう考えるとどうなるかっていうことを考えますと、この全微分っていう考え方に行き着くわけなんですけれども、まあその中で特にその全微分ができるってことは、こうその例えば点 AB でこの FXY をこうあるこう平面で近似できると、でその時にじゃあちょうどこの平面の式にですね、 X 方向の傾きと Y 方向の傾きが出てくるわけですね。そうすると、これは、その、実はこの fxy にですね、x 方向の、その、微分係数に等しくなるということが分かって、それからこの β っていうのは、じゃあそこの ab における y 方向の微分係数に等しいということが分かると。こういうことから、その、偏微分という、
こう概念も定まっていったとも見ることができます。ですので一応この授業では変微分をですね先に1変数関数の微分を使って定義しましたけれども、まあこの理論歴史的な流れとしましてはこの全微分からも導かれてきたとも言えることができます。ここまでいいですか。はい。それで、次に例題をやりたいと思いますが、まあ具体的な問題というわけではないんですけれども、全微分可能性の判定についてちょっと説明したいと思います。でまあこの微積分でその全微分の定義をやりますとその必ず演習問題に一度はこの全微分可能性与えられた fxy が AB 点 AB で全微分可能かどうかを判定しないという問題が出てくると思いますので、まあ、その中でいくつかその、まあ、解き方の、パターンといいますかそのこう分けて常識的に考えるでいくつかの解き方の道筋がありますので、まあ、その基本的な部分について紹介したいと思います。でまず全微分可能でないということを結論付けるための手がかりっていうのはいくつかあります。でそれそのためには実は先ほどの定理 4.6 からですねいくつかのことを導くことができます。皆さん高校の数学でその対偶というのを習ったかと思いますけれどもちょっと思い出してみましょう。定理 4.6 ではですね、fxy が点 AB で、全微分可能ならば、これこれが成り立つ、これこれが成り立つ、これこれが成り立つっていう言い方をしています。で、例えば、括弧1番、f は点 AB で連続であるということは言えるわけですね。で、この対偶を取りますと何が言えるかっていうと、括弧1番だと、の否定を取ると、f は点 AB で連続でないと言いますよね。で、そうなると、実は、対偶、命題の対偶を取りますと fxy は点 AB で全微分可能ではないという結論が導かれます。ですのでまず f が点 AB で連続でないことを導くためには例えばその中の一例としてはこの定理 4.6 のこの3つの性質ですね3つの性質のいずれかが成り立たないということを示すことによってその全微分可能でないということを結論付けることができます。ですので、まず、全微分可能でないということを言うためのいくつかの手段としましては、例えば、f は点 AB で連続でないとかですね、それから、例えば、その他には f は ab で変微分可能ではないといったようなことが導かれますと、
まあ、F は AB で全微分可能でないという結論が導かれます。で、これは全部ではなくて一部ですね。そう、こういう議論を導くため の証拠の一部ですので、他にもいくつかこういったことができるような証拠というのがありえますので、それは皆さん各自でこう問題解きながら考えてみてください。で、まあ、次にですね、じゃあここまでいいですかね。じゃあ次に、そのじゃあ全微分可能っぽいなと、っぽいなというのは、例えば、皆さんが演習問題でその関数が与えられて、でそれで点 AB が与えられて、でそれでこういろいろ性質を調べているんだけれども、例えば定理 4.6 の性質は、例えば1番と2番ですね、1番と2番を満たしていそうだと。例えば F は点 AB で連続で、しかも全微分可能だなと言ったときに、じゃあ全微分可能だってことをどうやって示すかっていうのは多分問題になるかと思います。もちろんこの定理 4.6 はですね、その全微分可能だったらこういう性質が成り立つって言ってるわけであって、必ずしも逆が成り立つとは限らない点に注意してください。ですので、例えば F が点 AB で連続でかつ XY に関して全微分可能であったとしても、全微分可能とは限らないということですね。そこに注意してください。ですので、まあ例えばこの定理 4.6 の括弧1と括弧2が成り立っているときに、じゃあどうやってその全微分可能性を示すかっていうのを、ちょっとその一例を説明したいと思います。で、その全微分可能性を示すための、まあ、やり方の一つなんですが、教科書、講義の教科書でいうと133ページの、式 4.2 というのをちょっと見てください。いきなりこう H とか K とかイプシロンという文字が出てきましたけれども、これから説明しますので、そんなに怖がる必要はないです。一応この式の定義をこれから書きますと、まずこの有理式の分母のルート h 2乗プラス k 2乗で分の1でくくりまして、
最終的にこのイプシロンの HK っていうのはこの中括弧の中で書かれたこの部分の式を表します。で、この部分っていうのはどこから導かれたかというと、先ほどこの黒板にその全微分の定義を書きましたけれども、あの式ですね、あの式から、そのあの式ですと、そのこの F の A プラス H、B プラス K イコール、まあ、これ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 というふうに、これが全部右辺に来ていたんですけれども、これを全部その左辺に移して、そのこの F、 これはその A 点 AB に非常に近い点での、まあ、H と K だけ離れた点でのその F の値なんですけども、そこからその先ほど全微分の時に出てきた、まあ、このいわゆる平面ですね、この平面を引いた式だと思ってください。で、これがその H と K をゼロに近づけていったときに、これがゼロに極限ですが、これがこの極限値がゼロになるかどうかで判定をします。で、まあ、ゼロになるかどうかって、じゃあどっちなんだっていうことなんですけども、一応、その全微分の定義から復習しますと、まあ、この極限値がゼロになれば、この F っていうのは点 AB で全微分可能というふうに判断されます。ゼロならば全微分可能。でもし、その極限値がまあゼロでないとか、あるいは極限値を持たないということになりますと、全微分可能でないということになりますね。それ以外の場合は全微分可能でないということになります。で、じゃあ実際にそのこの計算をですね、そのある例でやってみましょうということで、これは演習書にあるんですけれども、演習書を持っている人は演習書の96ページを見てください。演習書の96ページの例題 3.1 という関数を取り上げます。一応演習書を持ってない人でもついてこられるように、これからその式を書きます。書の例96ページの例題 3.1 という関数でして、で、まあ、この関数なんですが、まあ、こういうその半径1のこう半球面ですね。で、
半球面ですので、で、まあ、原点で全微分可能かっていうことを示すっていうのはどういうことを考えているかっていうと、原点ではこの辺ですね、この辺の点でそのまあこの関数をですね、ある平面で近似できるかどうかっていうことを言うわけなんですけれども、でそこで、一応まあ何らかの方法でですね、例えば先ほど定理 4.6 に挙げましたように、例えばこの FXY ですね、この FXY は原点で、まあ、連続に見えますかね、一応連続だということがまあ言えます。それからあと X と Y に関して偏微分可能であるということも言えます、まあ、それは皆さん各自で確かめてもらうと。でそうしますと、まあ、全微分可能かもしれないなということで、直接その上の黒板、こちらの黒板に書きました、5枚目の黒板に書きましたその極限を調べるわけなんですけれども、まあ、その準備をいくつかしますと、まず、原点の F の値がまあ1ですと。それから、その原点におけるその X の変動関数とそれから Y の変動関数の値はどちらも0ですと。で、これをその上のですね、5枚目の黒板の式にこう代入してみます。で代入しますと、今もともと書いた式の A と B にそれぞれ0を代入しますので、最初の項が F の HK になりますね。それから2番目の項がマイナス F の00になります。で、まあ、3番目の項が FX の00かける H。で、4番目が FY ですね。FY の、まあ、00かける K ということになりまして。で、まあ、これを計算するんですけれども、今先ほど準備しましたように、この F00 が1で、で、このここが0ですね。で、FY の00も0ですと。で、これをまとめますと、で最初の FHK の部分はその F の定義から1マイナス H2 乗マイナス K2 乗 の、 まあ平方根ですね。で、F00 の値が1ですからこうなります。で、あとの残りの項は0になりますので消えます。とすると、まあ、一応こういう式になりまして、で、あとはそのこの極限値が存在するかどうか、まあ、存在すればそれを求めるということに
なります。で、まあ、その極限値の計算の仕方もいろいろあるかと思いますけれども、ここでは前回もうちょっと出てきましたその極座標に変換して求めるというのを解き方をやっています。で、一応その極限でですね、その h と k を0に近づけるときには、その極座標において何の変数を0に、どこに近づけるかということを対応を明らかにしていく必要がありますので、もともとは h と k をそれぞれこう0に近づけるということですので、まあ、そのとき、その極座標では何を0に近づけるかっていうと、まあ、点が原点に近づくということですから、この極座標で表した R を0に近づけるということを見ることができます。であとは、まあ、上の、関数の式を極座標にで表すわけですね。で、これ今回はですね、その、まあ、非常にその極座標に直すと単純な形にすることができまして、この h 二乗プラス k 二乗っていうのは極座標で表すとこう、r 二乗になるんですね。ですので、分母が r で、分子が1マイナス r の平方根マイナス1という式になります。で、この状況でですね、その r を0に近づけたときに、その分母と分子がどうなるかっていうのを計算しますと、分母は r ですから0に近づきますね。それから分子はここが0に近づくと。そうすると1マイナス r 二乗の平方根が1に近づくと。で、それで1から1を引くと0に近づくと。だからこのままだとその0分の0という形になって、このままの式の形ではまだその極限値が存在するかどうかというのは判断できません。そこで、こういう時にはその、まあ、よく使われる一つの仕方で、その分子を有理化するということをやります。皆さん高校の数学でその分母を有理化するというのはよくやったかと思いますが、まあ、分子を有理化するというのはあまり馴染みがないかもしれません。でも分母を有理化するのと全く同じ要領でこう分子を有理化するというやり方も計算もできます。もともとはこういう形だったんですよね。それで、これにその、まあ、分母と分子に何か同じ式をかけることで、
その、まあ、分子に出ている平方根をこう取っ払いたいっていうんですね。で、その皆さんやり方分かりますでしょうか。もしこれが仮に分母にこういうのがあったときに、この平方根を取っ払いたいと思ったら、どういう式を書けるかなっていうのをこう思い出してみますと、まあ多分皆さんよくやった方法っていうのは、これ何でしたっけ、A プラス B っていうのがあると、それに A マイナス B をかければ、A2 乗プラス B2 乗になるっていうのをよく使いますよね。分母や有理化なんかでは。そうすると、ここをうまく2乗にすれば平方根消えますので、どうするかっていうと、この分母と分子にそれぞれ、これをかけます。1マイナス R2 乗の平方根プラス1というのをかけるんですね。そうすると、まあ、この公式で言うと、ここが A になって、ここが B になりますので、まあ、うまくこの1マイナス R2 乗の平方根が2乗になって、その平方根が消えます。ということで、ちょっとここから最近の展開は、皆さん各自確かめてみてください。一応、講義ノートには、書いておきまして、後でアップロードしておきますので、まあ、気になった人は確かめてみてください。そうしますと、結論としましては、分子がマイナス R で、分母が1マイナス R2 乗の平方根プラス1という形になります。で、これの極限値を調べるわけなんですが、でまあこの式の R に0を代入しますと、分母が2ですかね。で、分子が0ということで、めでたくこの極限値が0であるということがわかります。で、まあ、このことからその何が言えたかというと、先ほどのその全微分可能かどうかっていうのを判断する定式ですね。この式においてその極限値が0であるということが示されたということは、この fxy は原点で全微分可能であるというふうに結論付けられたことになります。以上が今回の計算例です。で、まあ、基本的にその全微分可能性を判断するときには、その今出しましたそのイプシロンっていう関数を使ってですね、これがその、まあ、ゼロに近づくかどうかっていうことを実際に調べるということになります。多分演習問題でも、一度や二度は出題されると思いますので、各自、一応解き方を確認しておいてください。ここに何か質問ありますでしょうか。はい、それでは、先ほどの定理 4.6 は、その fxy が全微分可能であったときに、まあ、こういう性質が成り立ちますというそのことを言っていたんですが、次の定理は逆にですね、fxy がこういう性質を満たすときに全微分可能であるというものです。
教科書ですと、講義の教科書の134ページの下の方にあります定理 4.7 を見てください。で、定理 4.7 では、まあ、fxy がと始まっていますけれども、その fxy が、点 AB のある近傍ですね。まあ、教科書の定理の記述、説明では、近傍に名前は特に ついていませんでしたけれども、まあ、ちょっと便宜上、U という名前をつけておきました。ある近傍において、まあ、次の2つの条件を満たすならば、FXI は AB において全微分可能であるということになります。で、その2つの条件ですが、1つは、x と y に関して変微分可能であるという条件です。でもう一つの条件は、その変微分可能って言っていたその変動関数がどちらもその連続であるということです。で、この2つの条件がそのAB のある近傍においてその成り立つときに、FXY はこの点 AB において全微分可能になります。ここまでいいでしょうか。一応この定理についてもこの一つ前にやりました今日最初の方にやりました定理 4.6 についても証明はちょっと時間の都合でこの授業では授業内では省略しますが講義ノートの方には証明も書いておりますので、まあ皆さんの中でもし証明がどうしても気になって夜も眠れないという人がいましたらなるべく皆さんが夜寝る前にはアップロードしておきますのでぜひご一読ください。ここまで何か質問ありますでしょうか。で、この続きなんですけれども、まあ全微分とそれからこの多元数関数の接平面の関係との説明に入りたいと思うんですが、ちょっと少し時間余ってるんですけれども、話題的にはちょっとキリがいいですので、とりあえず、皆さんから特に質問がなければ、ここで一旦打ち切って休憩に入りたいと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ今から次のチャイムが鳴るまで、次のチャイムか、3時15分のチャイムが鳴るまで休憩にします。